キラキラ輝くもの？輝くものはいろいろあるよね。お日様とかお星様とか、あとはダイヤモンドとか、100円玉とかもそうやし、食べ物で言えばアジのお寿司とかもキラキラやんな。え？思ってた話と違う？そう言われてもな。キラキラ輝いて見える。そうだ、守りたいものがある人なんてどうかな。守りたいものがある人っていっつも前を向いてるし、目なんかキラッキラして見える。かっこいいよね。大切なものを守るために諦めずに戦う力を神様が与えてくださったのかもしれないね。って何と戦うのかは知らないけど、うちにもね、大切なものがある。だからそれを守るために、これからもミューズ頑張らな。